消えました。スタートまでは3秒前です。1レース一般戦スタートしました。4番小原スタートで劣勢です。6番中野もステージでしたが、外目からは7番の岩見が行きました。岩見がトップスタート。8番の藤岡ついていきまして、29キロの引っ張りとなっていきそうです。2番の浅香ですが、スタートは劣勢でした。現在後方から2番手を走っています。先頭は7番の岩見、2番手8番の藤岡、3番手1番の鈴木誠二が追走しています。レースは2周目へと向かうところ、早くも岩見をまくって先頭に抜け出しました。今日の岩見は走タイム44と劣勢のタイム。藤岡の一まくりを浴びて2番手に交代しています。昨日は道中2番手からずるずる交代していくシーンがあった7番の岩見でありますが、さあ今日はここから持たすことができるかどうか。残り4周回となっています。3番手が1番の鈴木誠二、その後に3番の内が続きまして、中段は6番の中野範人です。離れまして4番の小原、2番の浅香、最後方5番の田形となっています。先頭8番の藤岡、完全に主導権を掴んでいます。残りは3周回、2番手の岩見この位置をキープできるか。3番手外から3番の落ちが上がってきました。さらに6番の中野、この2人の動きがちょっと目立ってきた中盤戦であります。7番の岩見が2番手残せるかどうか。この総論度も味方につけたいところでありますが、外から3番落ちが並びかけて残りは2周回となっています。さらには6番の中野範人もアウトコースから上がろうとしていますが、1番の鈴木誠二も粘っています。さあ2番手争いに完全に焦点は絞られました。インコースを固めて7番の岩見が2番手を守る競争。3番の内3番手変わりません。ブルーフラッグ残り1周回です。さあここで3番の内が外からかぶせて2番手上がりました。岩見は3番手交代、1番の鈴木誠二が今度は3番手狙ってくる。7番の岩見の外から1番の鈴木がまくっていく。岩見今日もやはり交代していきました。先頭8番の藤岡、2番手3番内、1番鈴木誠二、3番手で毛利。ランプ消えました。3秒前、6レース一般戦スタートしました。今度は決まった。前が浮いた、井村が下がった。4番藤波直也好スタートを切りました。3番の阿部仁志もダッシュがつきません。4番の藤波好スタートをかましてくるのは8番の岩崎良一、6番の加賀も前に上がっています。3番手の位置突っ張っていきました。岩崎4番手、その後7番の中村が続いています。3番の阿部、そして5番の井村、2番の栗原が最後方となってレースは2周目に入りました。1番の中野はスタートまず残していきました。人気の4番の藤波直也が2番手の位置、その内側狙ってくるか。6番の加賀武明、おっと加賀がバランスを崩している。なんと6番の加賀が転倒落車しています。1番の中野が逃げています。2番手4番の藤波直也、そして3番手ですがインコースにいる3番の阿部仁志、外を回っていく5番の井村純一が一気に上がってまいりました。5番の井村が3番の阿部を捉えて、
3コーナーで3番手で上がろうとしています。井村が3番手上がりました。スタート遅れた井村が3番手上がっている。岩崎良一現在4番手、残り3周回。さあ1番の中野に勝機到来か。まだリードは十分です。4番の藤波2番手からなかなか先頭との距離感縮まっていきません。3番手5番の井村となっています。道中で6番の加賀谷が落車しています。この競争です。先頭1番の中野光弘、リードは十分だ。残り2周回、どうやら押し切って見せるか。1番の中野光弘です。4番の藤波直也に5番の井村。さあ井村が藤波に襲いかかろうとしているが、現在3番手、その後ろに8番の岩崎良一が続いております。残り1周回のブルーフラッグ、1番の中野先頭、2番手4番の藤波直也、3番手5番の井村純一、この辺り2、3番手僅差の攻防が続いているが、4番の藤波が2番手キープ、井村に最後は岩崎が接近してまいりました。3、4番手接戦となりそうか。先頭1番の中野光弘、中野が押し切りました。消えていきます。5秒前、3秒を切りました。2つ目の準決勝10レーススタートしました。7番の平田さんと一息、鈴木圭一郎がスタート遅れてしまいました。センターから5番の佐藤孝也がトップスタートか。インコース2番の中村踏ん張れるか。外から一気に8番の内山高秀先頭、5番の佐藤孝也2番手になりました。さあ序盤戦は波乱の様相か。鈴木圭一郎、今回グランドスラムがかかっていますがスタート遅れました。しかし長丁場の8周戦、ここから追い上げられるか。現在は7番手を走っています。1番の鈴木圭一郎、4番の高橋が大きく下がって最後方です。8番の内山先頭であります。一気に主導権を大外から奪っていきました。ぴったりマーク5番の佐藤孝也、こうなるとこの体型となると後ろの面々はなかなか突破は難しい。内山と佐藤孝也の壁ができつつあります。さあそこを中村正人どう攻略するんだ。6番の二村も来ているが、残りは5周回。さあ内山高井でこのまま SG ファイナル迎えるかどうか。外から並びかけるのは5番の佐藤孝也であります。さあ波乱の様相を呈しております。準決勝戦2つ目10レース、佐藤孝也が仕掛けるか。3番手2番の中村、内側から2村入れません。さあ大混戦となってまいりました。先頭は8番の内山、2番手佐藤、3番手中村、さあ2村飛龍、総タイムは3人出ている2村。4番手、さあここから騒げるか。鈴木圭一郎もスタート遅れ挽回して追い上げてきています。現在5番手、残り3周回、内山先頭だ。5番の佐藤もなかなか突破できない2番手の位置。さあ中村はまだじっくりと前を見ています。中村どこかで動くか。3番手争いの一角、6番二村が外、鈴木圭一郎がその後ろ、5社が固まっている。残り2周回、いや5社ではない、6社です。大混戦。先頭8番の内山粘っている。佐藤2番手、中村このまま黙っているか。2番の中村、6番の二村、内から鈴木圭一郎、残り1周回ブルーフラッグ。さあこのまま行くのか、このまま行くのか。先頭8番の内山、2番手佐藤、3番手中村もなかなか手が出せない。1番の鈴木圭一郎も4番手まで怒涛の追い上げですが、優秀権これは厳しい。内山、外から佐藤、最後並んで間から鈴木、中村も来るが内山高いね。
ています。ブルーランプが今消えました。スタートまでは3秒前。12レースの準決勝戦スタートしました。ゼロハンのスタート、4番ヨガレステーナスタート、3番鈴木よしが行きました。トップスタート、ゼロハンからは3番の鈴木よし、その後ろでありますが5番篠原、6番の金子が並んでいる。金子が抑え込むようにして2番手、そして鈴木よしのインコース、青山周平はこの時中段一気に来ている。青山が3台を捉えました。5番手と1周階段上がった青山周平であります。先頭6番の金子、2番手3番の鈴木よし、7番の佐々木慶、3番手その後ろ篠原をパスする青山周平が4番手と上がってまいりました。今日は早めに来ています。まだ6周あります。先頭6番の金子、3番の鈴木よしがキーマンとなるか、壁を作るか、7番の佐々木慶3番手、その背後に青山周平ナンバーワン来ています。そして5番の篠原食らいついて現在5番手中段の位置。さあ青山周平ここまで来ました。あと5周、先頭金子、2番手鈴木よし、この2人の壁の後ろにはさらには佐々木がいて、さあ青山周平ここから前を捕まえることができるかどうか。ファイナル進出のためには最低2人かわさないといけません。あと4周回残っています。若干滑っているが前を伺ってくる。さあまずは佐々木慶を捉えた、捉えた、ここで3番手とさらに前進、さらに前進、スーパーハンデでの SG ファイナルへ青山周平、さあもう一人かわしにかかります。残り3周どうだ、金子、3番鈴木よし、ここで捉えました。ファイナルへの道が開きました。青山周平決まって上がった。さらに先頭も狙っていく、入りました。青山周平ついに SG でスーパーハンデで初勝利となりそうだ。残りは2周回、4日目にしてこの準決勝戦でスーパーハンデ初の1着となりそうだ。抜け出した青山、2番手金子、鈴木よし食らいついて3番手、その後7番の佐々木でありますが少々離れている。2番手金子優勢、ブルーフラッグ残り1周回です。ここまで苦しんできました青山周平ですが、準決勝戦でスーパーハンデ克服なりました。3連敗向けて明日は歴戦の猛者がゼロハンで迎える形となりそうだ。8番青山周平、準決勝戦で決めた。